阪神は連勝が2で止まった岡田明信監督はもう辛抱できひんという寄せられていた反応をまとめましたのでご覧くださいもう辛抱できひんノイジー選手スタメン外し決定宣言ついに出た打線は相変わらず1、2番が好調を維持しているから4番大山選手に何とか回せば得点の可能性があるのに 3番ノイジー選手が分断するバッティングを重ねるから流れが悪いおまけに佐藤選手もまた不審のトンネルに入った感もある両選手が1日1本でいいから打ってくれたら違う展開もあったかもしれない打てないにしても四球を選ぶような粘りを打席で見せてほしい気もする木みの状態が明らかに落ちている 木南がエラーして、その後大畑がサヨナラヒットを打った次の試合も木南が先発だったけど、復調の気配が見えてこない。前半戦の立て役者であったことは間違いないが、秋にあれをするためにも一度リフレッシュしてもらう方が良さそう。このコメントを待ってた。ファンも我慢の限界だったから何かを変えてくれるのは期待できる。誰が見てもノイジーと佐藤で打線が切れるし、上位と大山の好調を生かしきれてない。 個人的に三塁の,の,の,の守備が上手いわけじゃないしエラーも多いし両翼の低打力を補えるし渡辺もスタメンで使えるこれを言うと批判意見が続出するんだけど佐藤輝明のサードに関しては恩恵よりもデメリットの方が今のところ大きいと思うドンでンプンプン昨日勝ててたゲームを引き分け5時間朝から10時に飛行機で仙台入り 普通にみんなコンディション悪いリュ W。両役は勝つことしかなかったけど、村上がなんとか完投してくれたし、投手陣はまだ休めたと思う。ので陣も今日はしっかり疲れをとって明日に臨んでほしい。仕方ないって言ったらあかんやろうけど、難しい試合あったとは思う。動画をごご覧いいただきありがとうございます